こんにちは。ご。なんだかわかんないけど、メタなことをやってんね。パソコンに入れたステージに私が入れる。このブロックをこれと合成するとなんか嬉しいのか？何が嬉しいんだ？そこもステージの一部になるけど、なるけど、なるから、ゴールするための道を開ける何かたちが作りたい。真ん中のゴールブロックを割っちゃって、割れたゴールブロック、プレイヤーもこれ出られないんだよな。これを入れれば、レーザー、矢印で自分を合成しちゃえばいいのでは。ゴールに、そっか、そうなっちゃうの？マジか。これを目玉の目の前に押しつぶしちゃえば間に合わないな、多分。似合わないな。自分が入り込みたいが目的なんだよね、今。このエリアに自分が入りたい。要するには三角形に押してもらいたいんだけど、ちょうどいいところでレーザーが途切れる。だからレーザーにもうこれを直接組み込んでしまいたいんだけど、それをやる時間がない。それをやる時間がないのは、上からこれごと押してもダメだもんね。これが毒と、どうすればいい？ここに、これをぶつけるのがダメ。ダメだよな。これも違うからな。なんだろうな、これどうするべ。どうするべ。このブロックの真下に何かぶつけるのはもう絶対ダメなんよ。三角、
戻っちゃうよな。何がしたいんだ私。これが入るとここでこう、違うよね。これがあったとてですわ。これが何なんだってなる。やるならこう潰してほしいんだよね。三角形を動かさない方法が欲しいな。こうした後にその四角ごと下に潰したいだけ。間に合うことは絶対ない。絶対間に合う。じゃあ考え方がもう違うよ。なんだ、そこではない。ゴールの発想が違うか。旗の部分だけ取り出すんだったら半分にして、旗の部分だけ取り出す。縦で2分割、3、3、縦で潰すんだとしてもこれだと取り出せねえよが出てくるから、で上でやっても取り出せねえよが出る。2を1にする行為はそのゴールのブロックまでたどり着けないといけないから、上から下に潰す以外ないんだけど、上から下に潰すだとした時にゴールの旗に自分が入る以外やっぱ考えにくいんだよな。そうだよ。なんと考えても自分がゴールブロックと一緒に潰されるをやるしかない。ぐわ、光の当たるのを邪魔してはいけない。三角形が上に上がるだけでゴールなんだけど、三角を上に上げるには自分が三角に吸収されないといけないから、自分が二分割される。自分が二分割される仕組みは自分が三角に押されるなんだけど、それもレーザーが遮られるため不可能。レーザーに当てたまんま、レーザーに当てられたまんま自分が潰される方法がない。それはレーザーの前を物体が横切ってるからですよ。うーん、しかし総的にこれ以外の解放あんの？信じられないんだよな。何があんの？あと矢印を使って自分を潰させに行く以外の発想がない上に、自分を潰させる方法が何もできない。できない理由は目玉の目の前にこれがあり続けないといけないからだ。目の前にこれがあり続ける配置をすると自分が潰されに行くには間に合わないのだ。これを下に入れるっていうこの動き方ができないからな。ゴールがひたすら動くだけ。ひたすら動いて何か見つかるの待つか。何が見つかった？これダメなの分かってんだよ。ダメなの分かってんすよ。違うよねと。これと私が同一化される以外の解放はないのよ。潰されるしかない。目玉に自分が入り込む。これさ、これ自分なのになんでこの自分動かないんだろうね。もやがかかってるからかでしょうね。てか紙に囲まれてるからだ。うわー、ここがギブアップなのきついな。これが解けないのが嫌だな自分の中で。なんで解けないのってなっちゃってるんだけどな今。レーザーが開いてないとゴールできないけど、これをそのまま入れると、これどういう世界。レーザーがないと開かないよずっと言っている。この世界にレーザーを当てることはできるんだよね。できてないのかなこれ。違うか、ブロックがあるから分かんないんだ。
あそこに光が差すように潰した物体をあそこに含めるがやりたい。目玉レーザー潰しがあり、なんかルールわからなかった。これは光が届きませんよ。飛び出してるけど、光が当たっていないと開かないっすよと言ってて、こんなものは取り出せない。ゴールのこの地形に欲しいのは光。だからこの地形を一番下に追ってってもしゃあなさそう。一番下のパーツとして欲しいものはあるんだけど、それをやってるとレーザーが出てこなくなるので、なんかレーザーなんかなかったっけ、レーザーを出す方法って。これ後ろから来てるから、これもできるけど、これを入れちまうと、それとこれが混ざったみたいなものができるけど、できないんだ。あそこに入れた物体がその入るんだ。もありますね、それは。この合体した物体は入らないな。これとそれが合体したところ見たいのかしら。とりあえずゲートのことは置いといて、なんかうまい具合にゲートに機能するような合成系が作れれば文句はないわけだけど。え、さっき何を作ってた？これをこれで潰したんだっけ？全然違う気がする。で、光が通ってないもの。光は通すんだけど、光を通して上に向かってあそこ開けてはいるんだけど、目玉の右側に物が来るじゃないか、それって。目玉の右側で反射して、このパーツは下で、目玉が左で、右側にこれがあるっていう、このパーツを潰して、その下にこれがあるのでは？をやるということは？このパーツをここで潰して、これが上の光を当てるから、これを入れられて当たっているのでゴールできる。3はどけたいな、火を解きたいな。これ発想としてそこまでやばいものを求めてないんだよな。この目玉にとっとと何かを合成させて目玉を取り出せないから、目玉をのレーザーをこれに当てたいんやけど、あれ、これやったっけ、俺これやってないの？嘘でしょ。これ
これやってませんはちょっと やばくないですか。潰れるには1手足りないんだよな。自分が本当はこの右側に欲しい。これをしちゃうとあれが取れない。うん、でもこれを作って自分が右に行くは不可能に近いと思うんだけど。いや、やったら取れん。やったら取れん。これが意味がないと思ってたのなんでだっけ。ここまで。自分とあれがぶつかるだけで、それは間に合わないのか。間に合わない。こう押した時に自分が右側行くの不可能だからな。不可能だから、持ってったら二度と光らない。うーん、そう、悔しいな。なんだ、何をやってないんだろうね。なんかピンポイントでそれやってねえよお前みたいなやつ気づいてないのよ私。これが押しそうなんだけど、これの押し操作に関して何もできなさは何なんだ。これがダメなんだよな。こう光を当て続けるんだけど三角形が来ないんだけど、自分右側に行きたいんだけど以外の発想が出てこない。頭が硬い。自分とそれをくっつけようねもうできないからね。潰してくれる人がいねえから。どうするべ。三角形に違うものくっつけますかは、三角形に違うものくっつけますかは、やってないけど、やる意味がなくない。だってこれ何の楽しみなんですか。このパーツがあって、プレイヤーの上にある壁が取っ払えればいいのかな。これが難問になってること自体がおかしいんです、俺の頭の中では。なんでこれが難問になってんの俺の中で。それはやれることやり尽くしたと思ってるからって、何がやれてないのかがわからん。なんか積み手になるから自然と避けてるような行動を取るべきなんだよな。こういう、これは押して道中何もここから下に行くっていう発想があり得る。こっから下に行けば一個潰して自分がそこに入れる。こんなの分かるわけないじゃん。ここから下に行くの発想は出ないだろう。だってこれ処理順が分かんないんだもん。自分が下に行くのと矢印が右に行くのがどういう風に反応してこうなってんの。
自分が先に動くからであるらしい。いや、わかんねえよ、それは。ここってこれで終わりなわけないね。1,2,3,4 はやった。これとこれを合成した何か別のステージがある。え、ここ通れないの？これ何が起きるのかな。あの上に行けってことか。あ、またなんか1,2みたいなやつやるか。あ、そっちか。プレイヤーが2人。ゴール、ゴールを、ゴールに自分が入ってるブロックをあそこに持ってきたから、まあ自分があのゴールブロックに混ざれればゴールなのだがってことですか。自分は死なない。死ぬブロック一つある。自分があそこに入るのにゴール。まだ状況がわかんないのでいろいろやるが、あー、そっか、これぐるぐる回ってるからループしない面で、ループしない面で、俺が行っても、あ、そっか。そこの旗全部に私が行かないとダメだから。そこの旗全部に私が行け？なんだそれ。いえ、なんだそれ。なんだそれ。なんだそれ。あいつと割れるブロックを合成した後に、割れるブロックを針で破壊すれば、割れた場所は空洞になるから移動もできるんだけど、ゴールブロック、旗の数を減らすみたいなことをやらせたいんだろうか？とりあえず、ゴールブロックに、通れねえ。ゴールブロックを、こうすると、あ、そ、え、なんでそうなるんだ。これは変だね。どうなるの。あ、そうだっけ。破壊可能ブロックのが一つでも存在するブロックは破壊されるからか。そうなんだ。じゃあ何のためにあるんだろう。まだやるべきことが見えない。これはわざわざ4個置いてある理由もわかんないんだよね。なんで 2×2 の針ブロックという考え方になってんの、ここ。ゴールをできるだけ少なくしたものをあそこに持ってきたいんじゃないのかなは思ってるけど、それをするには 3個以上の物体から半分に減らすみたいなことをやるはずなんだけどな。でもこの配置で3個のパーツを潰せる場所がここにしかないからな。それがよくわかんないっすね。3を2にするっていう
発想以外のことを求めていらっしゃる。ハリブロック。そこでしかやれないことやるか。3のブロックをゴールを真ん中にして取り出すために自分が下に入っていて、この状態でこれを下げ、そしてもう一個上からこれを潰すとこう、そうすると半分ゴールっていうのができて、あれこの状態ってこれゴール入れるのかな。これさ、なんでそういう、ああそういうことね。ゴールの形がそのまんま分割ブロックと対応してるんだ。やっと意味があった。やっと意味が分かったよ。だゴールには 2×2 のブロックしか存在しないのね。2×2 のブロックしか存在しないので、ゴールの 4×4 のブロックから、4分の1のパーツだけ取り出、いや違うな。なんだこれ。針が 2×2 になってるのはそこのゴールとの対応という意味では説明はつくが。説明はつくが、それと、何ができるのか。ゴールになるのっていうのが紐づかない。それができたところでゴールになるの。目的がわかんねえ。パス。ゴールの形に対するやりたいことが見えない。峠。うわ、マジ。これとそれを合わせ、意外がと自分が合体した状態でゴールまで自分が入れ、
自分がもう一人欲しい。でさらにサブいけるのがちょっと信じられないぐらいわかんなくなるんだけど、これはここが自分が入れないからダメ。ここに自分が入るためには無理だね。この左の縦4つは回復可能になってるから、これむずそうだね。わざわざ、このサブが、メタのメタが用意されてるから、すごい、そう、これ。どう考える?この部屋は右と、左と下に出口があり。入れると入れた世界に行くだけだから、入れたいものに入れたいものを入れた箱を入れればいいんですよね。とにかく上の世界は下の世界に干渉しない、んだよね。だからサブいくらこのメタが入れると言っても、上と下でそのアイテムをやり取りできなくて、一方的に親から子に詰め込んだものだけを渡すよねしかできないと思われる。怖いのはこれ入った後に戻れるのがわかんないんだよな。行って戻してるだけなんだけど、ずっと同じはずなんですよ、この動き方って。この部屋そのもの、まあ組み方だけなんだよな、組み方だけ。どうしようかな、どうしたいかな。まあこの部屋に対してこれが上にある場合はやったんだっけ、やってない、まだトゲが5個あるからトゲ5個持ってきたいよな、もちろんね。さっきどうやって自分が、あれか、その、ここのブロックの分割数になるように、トゲと自分の初期位置を決めれば自分はトゲと一緒になれてるんだよな。あそこの分割数は8でしょ?このエリアの分割数は8でしょ?だから何?このエリアのこの潰した、この潰した物体の自分のいるマスが、これだとこうなんですよねっていう、これだけ?この形を見つけるだけだった。13は解けてねえけど、13は解けてねえけど、縦にある。これを縦に、横に潰せばいいのか。こうすると、こう入れるの、1、2に入れて、自分とゴールと壁があって、8分割、8、8のエリアに入れるので、こっちも壁をなくしましょうね、なんだよなと。せやけど。
123、1234、横で潰すなら繋がりが分かんない。お互いに外側に出したいんだよね。壁の外側に。なんか綺麗に意味のないものを作りましたね。これこの子半分でしょ。でこっちのゴールの旗を、真ん中にした。これはこれを持っていくとゴールになるのか。はい。なんだあれ、割れるブロックだ。ここのブロック上に置いて割れるブロックだけど、何かを一緒に合成しねえとダメ。こっちのが動いてない。その2人をマージしたいんだろうね。このパーツがあるとゴールいけるのかな。いやダメだ、ゴールは 2×2 だから入らない。ゴールが 2×2 なのに、これ 5×5 のブロックなのこれ。最初なんだそれ。トゲがなぜある、トゲがなぜあるこのステージで。邪魔だけど、トゲを上に持ってきたいのかな。トゲをボタンの上に置いてくださいよ、それ以外ないですよみたいなこと言ってるのかな。と、これをやると確実にブロック1個そっちで使っちゃうしな。たったこれだけのために使うものではないと思うんだよね。自分と合成された壁だったらもう一回も呼び戻すことができるんだよな。ただこの子は動かないから、自分を押し込むことができるっていうのは今回使えないので、それないんですよね。あのブロック、トゲブロックが合成されることによる面白がなんか見つかんのかな。わかんねです。3分の1。こんなもの持ってったってしゃあないでしょ。トゲがあればダメだ、トゲのあるブロックごと破壊だ。わかんねえな、ゴールが 2×2 になってるものが全般的によくわかってない。意味が 2×2 の空間に自分とゴールを 2×2 のマスに合うように配置せよなんだけど、どうやってだ。25分の1のブロックをどうやって2分の1にするんだ。私は単純に圧縮するのではダメ。破壊可能な壁があるからと言って、破壊可能な壁があるんだから、
でもダメなんだよな、あのブロックをそのまま壁、あのトゲとぶつけると消滅だから、直接ぶつけるのは NG なんだよね。で、自分が壁にかトゲにぶつかるのも NG だから、合成した後にトゲのところにブロックを持っていくってこともできないし、合成する前に隣接させることもできないし、だからトゲブロックとゴールに対してなんか干渉できるものがないと思っている、思い込んでる。これとこれとかこれとこいつが隣接不可能だから、隣接不可能でしょ、隣接不可能でしょ、隣接不可能ならなんでここにひびが入ってるのは何なのなんやすよ。そこにひびが入っていて、ゴールもろとも破壊してしまう状況で、誰もトゲと隣接できない状況で、あのひびを破壊したいよねって何なの、何なのそれ。ここはちょっと何もわからないのでパスします。なので、はい、これとこれはどっちもだよね、どっちも 2×2 って何なのの世界が見えないのでパスです。0123456まで来て9が開いた、9が開いたってことある、終わっちゃった。フィーチャリングダースティックサズヒムセルフウィン、これはQクリアしたことになった。じゃあ大体全体感こんな感じのゲームなんだ。で、あとはもう溶けてないものを頑張ろうねってことね。溶けてないものを頑張るか。ここの56もう溶けてないものはもうあれなんだよね、一回考えてダメだったやつだったから、正直どうする、動画にしなくともいい、もう一回、ああ、まだ行ってないとこあんね、これやってないんだ、ちょっとやるか。全く見たことないステージっていうのはこれが最後なのかしら。自分が死ぬよ、あのトゲをなんとかしてよ、それしかない。なんだこのステージ。誰か他のものに潰されるのをやろうとしたら自分が二人になるべきである。自分が二人になって自分の上に、ブロックを押し込んでおけば、二人いる自分であのトゲも押し込んでクリアはできるはず。もしくはもうここ自分右に差し込んどいて、どっちでもいいね、右に動くでも上に動くでも自分が二人いればどっちもできるが、トゲがとにかくあるので物を運搬することすらむずいかな。自分が二人になる方法なんてないわ、ごめん、ないない。じゃあゴールする方法もないわ。どうする、自分はすぐに壊れるよ。他の物体を2つにすることはできるんだけど、結局ゴールするためにはこのトゲと自分が一体化する以外の方法がないと思うんですけどね。それをするためには自分を押し込んでくれる私がもう一人必要なのでは。本当にこのステージクリアできんの、え、ない、なんでここに、なんでここに猫がいるんだ。
このステージここにトゲ持ってくれば先行けるんじゃないの。持ってこれないか。いや、うわマジか。下に向かって伸びてないといけない。この物体と下向きのだからこの辺の物体がどっちも取れないといけない気がするけど、この固まり方って、あ、取れるか、取れるな。ここはわかる。ここは理屈でわかる。これが取れればいいんだ。で、これと、この子が融合すれば、解できて先は進める。9解けてないんだけどね。9解けてないんだけどね。これを当てずにこれを開けてほしくて、だからこれとこれを壊さずにこれとこれを壊したいから、トゲを上と下にいないようにした上でこっち側でトゲを出し直すっていう仕組みを作ってほしいというのがやりたいこと。変な、この辺のトラップがなければね、なんか、実はここにブロックをかませておくことでとか、そういうのがなければ。ただ、このエリアがあまりに狭いんだよ。ここで私ができる行為がそんなにない気がする。トゲのブロック。これトゲを分割したものをここで復活させるはあり得るかもしれない。トゲをあるかもな。なんかこのトゲをさ、上下逆さまにして合成した一つのブロックをこう通して、それをまた分割し直して合成し直せば、上と下にトゲが復活したブロック作れるんちゃうみたいなことを考えてみたけど、それがやりたければ、やってみるか。なんか、そんなにだと思う、このステージは。何が？そんなに難しくないよ。多分。本当？まあ、やってみようぜ。だから、これも積んだね。積んだのか。積んだな。多分、一個ずつ持ってくるをやれなきゃダメだな。なんか、そこは倉庫版力。かな。むずいですね、それは。一つだけポッと取り出すには、失敗した。先マージした方がいいんじゃね？邪魔なものがあるんだから。そうなるか。そうなるか。ちょっと頑張りたいところ、ここは。さあ、どうする？トゲの位置変えるか。でも、これ、こう押したらもう、途端にクリア不可能。ここの2個を、とにかく断ち切らねばならぬよね、でしょ？それをするにはすげえ関係ないところに持ってきときた。
たいわけでしょ、他のブロックは。邪魔にならないような場所に。合ってんのかこれ。合ってないよな。同じだよね。同じなんだよこれ。同じなんだよ。やりたくなければやっぱ潰しとくんじゃないの。潰しとくをやるんじゃないの。ここにトゲが来れば潰されるよ。潰せないかも。あ、いい、いいね。こうすると1個減らせるよ。今やるか。潰せるけどそこを急ぐべきか。これいけ、これ1個いけたな。よしよし。え、なんか1個取れた。挟むのが目的だとしたらもう1個取れてもいい気がするけど、これ横に潰してるからよくわかんねえな。よくわかんねえなっていうのはなんか想定と違う行為を自分が行っていたねというやつ。よくある。まあそもそもね、全部仮説段階だからね、まだ何もかもが仮説段階だからね。この2つを、あ、逆にマージする。ん、バラバラに持ってって問題ないな、これ。問題ないな。マージする必要なかった。この2つの物体そのまま持っていけるな、向こうに。持ってって2つをまた1つ一塊に戻す。どうやるんだろう、そんなこと。持ってってみっか。持ってくるなら逆なんじゃないのという思いが頭をよぎった。先に頭じゃない。仮説 A を検証するにしてはもう50分経ってますか。すごいですね。これをさ、うまく潰した時にちょうど真ん中に来るってことできないのかな。このパーツちょうど真ん中に来る。なんか違ったな。なんかこれは違ったなぁ、でしたね。上と下を一気に破壊できる一つ。いや、一つじゃなくていいんだよね、これ。ここでとにかく、一旦潰したパーツを、戻せる仕組みがあればいいんでしょ？今、三分の一を作ってるから、このブロックの頭三分の二が取れるような、潰し方がしたいから、この3分の2ずつ潰れるよねっていう潰し方をしたい。全体を3分の2するような潰し方。でも3じゃないんだよね。これ違うんでしょ。上3分の2だけ破壊する方法。1,2,3,4。ここ詰め込むことができるのは4。最初の潰し方は、選択肢は3分の1か
3分の2か4分の、え？ど真ん中に置いて、ああ、ど真ん中じゃなくてもいい、いや、違うか。ど真ん中に置いて、3分の2、3分の1、3分の2ってやったから、3分の1のパーツを、ここが1ブロックになるようにしたいから、2分の3倍、何を、わかんねえ。それが頭の中でできない。これが1ブロックに圧縮されるような仕組みが欲しいけど、3じゃない、4じゃない、5はできないだったらできなくない？なくない。その中に選択肢が。これもな、気づけば簡単なことなんだろうな。2じゃないだろ。2じゃない。いや、ちょっと今の2じゃなかった。2だと、もちろん違うんだよね。それは一マスになるから違うんよ。2つあったときは 2とハリハリでしょう。それが4を3にすると、この4個の この3が上に来るんだろうか。分数ができません。やるんだとしたら、空きパーツを2個上に差し込んでおくをやりたい。空きパーツ2個、頭とお尻、上はトゲが出たということは、同じ理屈で下も壊せばよかった。本当に場所がなくない。本当に場所がないな、これ。ん？4を3に戻す過程で上の針は復活する。下の針を復活させようとしたら、また同じ、また同じ、今度4じゃないんじゃないの。これも半分でしょ。下に2個置いて、2個あるんだよね。これの下に2個置いて、それを潰すと、いいのかもしれないけど、場所がねえよな。あの復活しちゃった物体も針出てるからもうダメだし、上の2箇所を潰し、上に押し込んだ、これ先に下に押し込む、つまり
いやでも違うな、逆はおかしいよね。逆にやるとトゲが一番上のエリアに行って取り出せないから、逆じゃないはず。場所的にはその端にマスなんだけど、これ上から下に潰すのも変でしょ。こうした後に上から下に潰して、この物体をこっちを通さずに右にその押し込める場所が欲しいから、ここ潰せないし、ここをやっちゃうとここ通すことになるし、ここにやると一番下のブロック邪魔だし、なんかうまくいかねえな、うまくいかなかったな今回。やりたいことはそういうことなんだけどやれませんでした。多分どこかの本当にちょっとしたどこかの何かをまあ改良すれば解けるんだろうなっていうとこまではなんか想像がつく。はあ、無念。あ、先このゲームは面白いんだけど、先読みのできなさが苦痛だ。苦痛だね。サブグリッド表示ぐらいは欲しかったね。何があればいいんだ。だから。そうだな、きついか。3と4と5の倍数になるようなグリッドをこの中に表示したいって結構きついね。最小で何？最小で何それ？ 60 じゃないだよね。3と4と5の最小の倍数60なのか、マジで。3と4だけだったら12分割、まあね、3のブロックを2に潰すときと4のブロックを3に潰すときにどこまでが1ブロックになるのかの区切りをグリッドとして出してほしいなが要望。それが見えると先の見通しは立てやすいのかな、今よりは。少なくともこのトゲを復活させるために何分の何のパーツが何分の何まで拡大されるので大丈夫みたいなことを計算、視覚的にしやすくなる。って感じかな。さて、全部見たんだね、これで多分。全部見て、わかんないところはさっぱりわかんないねっていう感じで、ここは全部やった。やった？やった。4と5が、3と9。はいはいはい。いや、ちゃんと考えてもわかんないよねっていうのが、いいパズルゲームですよね。ここは、2×2 な。なんかを発見すればと思ってるんだよな。じゃあ、ここまでにしますか。残りは、まあ、もうすでに完全回答動画があるのは確認はしてるので、その辺を各自参照ください。自分のプレイとしてはここまでかな。面白かった。あ、自分がここまでかなっていうのはあれです。あとは、解けるまで回すやると、何パートになるかわからない。で、解き方はこうでしたっていうのをやるんだったら、もうすでにそういう動画があるのを知ってるから、自分がわざわざやる必要はないっていうので終わりかなという感じです。まあ、残りは裏でやります。いいね。面白かったね。この見た目で面白いっていうのが許せる。すごいね。この見た目で面白いことあるんだっていう。
動いたぞ。そんなことあんの？つまり？早く動ける物体は理由は分かんないけど死ぬ時に物を動かしてくれる。ただ2倍速で飛ばす、3倍速で2マス、3倍速が1個あればよかったのね、このステージ。こんな解き方できるとは思わないよ。ああ、他のステージもだからこんな感じなんでしょう。こんなの、そんなのわかんねえよみたいな技を求められてる気がしないか？はい、じゃあ、ここまでにします。ありがとうございました。中途半端ですけどね。面白かったです。おすすめ。おすすめだ。これ、なんかね、見たことないんだよね、このタイプのゲーム、他に。ちゃんと潰されても、その、細切れになったパーツが元の属性を保持したままであるっていうのがすごいです。もう全然見たことないから、いいゲームでした。いいゲームだったね。なんか、いいゲームだったっていうのが、作られてるステージがすごくいいんですよね。簡単じゃない。じゃん、全部。どうすりゃええねんみたいなレベルの発想。まあ、発想できてないんだけど、私は。どうすりゃええねんレベルの初期盤面のわけわからなさと不自由さ。でもなんか解けるんだよね。でもなんか解けるんだけど、それがエレガントかどうかがわかんない。わかんないんですよ、まだ、未だに。どんな解き方を求めてるのかが想像つかないんだな。ここもなんか今適当に動いてるけど。あ、ここもさ、あれでしょ。結局、二つ残ってないといけないわけでしょ。なんか、一つブロックが残んないといけなくて。下に動かすのきついか。何がしたいのかというと、左と右に棘を持っていきたい。この上に棘ブロックが乗るのは NG。あ、違うか。棘ブロックで押し込むのを2つやればいいのか。棘ブロックを押し込むのを2つやればいいのかって言った？できるのでは、これ。できちゃった。できちゃった。ああ、日を改めるのは大事。できちゃうときはできる。でも終わります。